はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、神奈川中央交通オリジナル三菱ふそうエアロスターです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは神奈川中央交通オリジナルの第7弾だね。三菱ふそうエアロスターです。で、今回はシールもついてるね。じゃあこのシール貼ってみたいと思います。はい、シール貼り終わりました。じゃあフロントから見ていこうかな。で、正面から見るとこんな感じだね。かな中ってプリントされてて、この下にも小さくノンステップバスってプリントされてるね。で、行き先案内表示とフロントのナンバープレートはシールになってました。貼ってみるとこんな感じだね。で、横から見るとこんな感じだね。で、神奈川中央交通ってプリントされてて、ここにもノンステップバスとか、ここもかな中っていろいろプリントがたくさんされてるね。で、実車を忠実に再現したって感じかな。で、ここの行き先案内表示のところも、ここもシールでした。で、後ろの方はこんな感じだね。かな中ってプリントされてて、リアのナンバープレートはプリントになってました。で、ここの行き先案内表示はシールだね。で、運転席側はこんな感じだね。こちら面は全部プリントになってたね。こういう細かな非常出口のマークもプリントになってます。で、ルーフの部分はこんな感じだね。特に上部にはプリントはないです。で、内装の方はこんな感じだね。運転席があって、バスの車内はこんな感じになってます。いい感じだね。で、バスのモデルなのでタイヤはサスペンションないね。で、裏の部分は三菱ふそうエアロスターナンバー8番の2017年のシャーシーになってます。で、こうやって全体的に見てみるとやっぱり完成度はすごく高いね。ちょっと残念なのはシールに一部なってたけど、シール貼ってみると本当実車そのままだね。すごく感じよくできてます。箱の方は正面のパッケージにかな中バスの写真だね。神奈川中央交通オリジナルってプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方は発売元はかな中商事になってます。はい、今日は神奈川中央交通の特注トミカ第7弾三菱ふそうエアロスター紹介しました。で、第7弾っていうだけあって、かな中バスの特注トミカは完成度が高いね。ちょっと一部シールとかもあったけど、それでもすごく感じよくできてると思います。で、一部こんな感じでシールだったとしても、やっぱり地元の人にとったら選択肢が増えるから嬉しいのかな。で、今回のモデルは定価が950円だね。で、今までの第6弾までは定価が1100円だったんだよね。この150円の違いはもしかしてシールなのかな。で、この特注トミカはオンラインショップでも購入できるんだけど、第7弾は完売状態になってます。一部シールなのに完売ってすごいね。でも、またバスのイベントとかでも発売されるかもしれないので、またチェックしていきたいと思います。で、今回の特注トミカの第7弾は売り切れになってるけど、第5弾と6弾はまだ販売中になってました。第5弾も6弾も出来がいいからチェックしてみるといいね。はい、今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。